一番いきなりこれ、うん、すごく5度の連続なんですよね、うん、まあ、もちろん揺れてますけど、まあ、これは要するに鳴き声っていうかな、うん、ちょっとトリル的な感じでいいと思うんですけども、5度って、イメージするとちょっとこう気高さっていうか、逆にこう凛とした感じっていうんですか、うん、あと空虚感みたいなのもあると思うし、あとちょっと人を寄せつけない何かこうものも感じられますよね、うん、だからあんまりガチャガチャしたっていう感じよりも、うん、なんかこう澄んでいるような、そんなようなイメージで惹かれるといいと思いますね、うん、でこれも使ってる音が、次はでまた、ここでやっとアモールへと誘ってくっていう、うん、ここの音だけちょっと5度から離れますけども、あとは全部5度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 で来てますので、うん、なんかその雰囲気っていうのをよく音で出してあげるといいかなと思いますね。でこの3段目のね、タラララランって下で伸びてる時に、これは伸ばしてるっていう中にパラッパーンって入ってますね。だからペダル踏めないんじゃないかなっていうイメージがあるんですね。でこっちは給付がポン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 入ってるんですね。ところがここにペダルが書いてあるんですよね。ということはイメージとしてね、このタラララっていうのはペダルが踏みたくないんだけど、ここはペダルを踏んだようなイメージでいいんだろうなと思うんですよ。ただしここのタラララだけはペダルこれ離さないと、なんていうのかな、こう揺さぶられたようなっていうのが響きの中でやっちゃうので、ここだけはチャカチャカっていうのやっぱり欲しいので、ペダルを上げざるを得ないなと。この半のペダルを信じるとなると、ここはどちらかというとこうペダル踏むんだけど、ここもここはペダル踏むとこれが表現できないから踏まないっていう考えが一つあるのね。もう一つあるのは、このペダルって本当に作曲者本人が書いたかどうか、ちょっと僕もわかんないんですよね。作曲者が書いた場合っていうのは、もうどんなことがあってもそう踏まなきゃいけないとかいうことでもうないと思ったら、僕は自分も作曲家の端くれなんで、ここ切ってるってことは、僕はそこは給付表現してほしいから給付書いてるんですよ、両方ともね。こっちは伸ばしたいんだけど、ここがタラッターンっていうのをやりたいので、これをタラッっていうので切りたいしね、だから踏みたくない。ちょっとしつこいですけど、ペダルに関しては相当これは考えた方がいいんではないかと思います。で後半も全部そういうふうになってます。